さんは俺にとってただの上司なんかじゃありません。すごく特別な人です。土星さんが好きです。死ぬほど。俺はもうすぐ40で、彼はもうすぐ30で、俺は男で、彼も男で。すいません、普通の上司と部下を続けさせてください。オールドファッションカップケーキ。はい、ご覧いただきました。ありがとうございます。かなりドキッとするシーンもちらほらありましたね。そうですか。ちなみに生田さんはどちらにドキッとしました？はい、首元に近寄ってくるあの、ね、なるほど、はい、首元にキス、首元にキスは確かに僕も寝ながらやってたんですけど、はい、実際本当にこう目つぶってるんでどのタイミングで来るか分かんないって意味ではドキッとしました、そうですよね。今作のドラマオールドファッションカップケーキは年の差10歳の上司と部下、同性同士の恋愛を描いた作品で、原作はとある BL 情報サイトで人気ランキング1位を獲得したほどの大変人気のある漫画となっているんですが、そのドラマ作品に出演が決まった時の心境というのはお二人どうでしたか？そうですね、やはりこう人気のある原作のものを、やらせていただくという時はさまざまなプレッシャーがあるんですけども、ちょっとこう少しそのプレッシャーから解放された部分は役が同い年ぐらいだったんで、そういった意味ではプレッシャーとかをあまり感じず自然体でやろうかなというふうに思いましたね。はい、木村さんいかがでしたか？そうですね、僕BL というかそういう作品を見ることがあまりなかったものですから、それでいて原作もあまり読んだこともなかったですし、でも読んでみてこの作品はすごくこう男性同士の恋愛ものというよりは普通に恋愛っていうコンテンツだけで見れるような作品というかだったので、すごくこう前向きに捉えられましたし、あ、この作品なら絶対いけるって、どこか確信があるようなそんな感じがありました。本当にピュアなラブストーリーです ね、 そうですね。今作はですね、だいぶ原作を大事にして制作されたというふうに伺ったんですよね。やはり原作のファンの方々の思いってたくさんあると思うんですね、はい、そういうところでちょっとこう調べたりしたところ、すごくこう空気感であったりとか、もちろんセリフ回しであったり、あとは、まあ、漫画って白黒の世界なんですけど、色がついて空気がこう風が吹いたらどんな感じかなとか、そういうところも、カメラマンさんや監督さん全ての方がこだわっているなっていうのを、見ていただければ分かると思うんですけど、はい、そういうところちょっとそうですね、見てもらえてからしか分からないんですけど